中の NSR250RSE は1996年にカラーリングを一新したシリーズ最終モデルです。こちらのシリーズは1985年から88年まで世界グランプリレースで4年連続メーカーチャンピオンを獲得したマシン NSR250 データ高度な最新技術をもとに開発されました。レーサーレプリカ時代のトップヒーローといっても過言ではありません。コンセプトはバンバレーサー。その開発は1987年に世界グランプリでフレディ・スペンサーがダブルタイトルを獲得したマシンに一般市販車用の保安部品を取り付けるという大胆な作業からスタートしました。その後このシリーズは時代時代のレーシングマシンの進化に合わせてカラーリングやエンジン性能だけでなく細部にわたり毎年のようにモデルチェンジを繰り返していきます。